皆さんこんにちは。はい、こんにちは。ダブルムチャンネルの山です。マサボです。今回ですね、福島県西会津町、はい、来てます。はい、来てまして、うん、今大山住神社っていうね、神社撮影し終わってとかなんですけど、はい、その手前にですね、あの鳥追観音っていうすごいお寺みたいなのがあるんですよ、うん、でちょっと気になったんで、そこも撮影しようかなと思って来ました。でちょっとカンペ使います、うん、ね、なんか面白いのがあるらしい。うんと、観音堂内の福縁結び抱きつき柱っていう柱があるらしくて、うん、それに抱きつき祈願すると観音様の導きで良縁をいただくことができるんだって。へー、すごいよね。すごい。で、隠れ見猿っていうの、うん、猿、うん、それもあるらしい。探せば開運福勝ると伝えられていますって。探したいね、それ。結構ね、見どころがたくさんある。面白いね、観音様、うん、お寺っていうのかな、お寺ですね。すごいですね。なんでちょっと行ってこようかなと思います。はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ行きます。はい、行きます。どうぞ。はい、トルー観音ですね。日本遺産、日本遺産すげえ。なんかこれもある。あります。33観音巡り、トリオイ観音、33巻の番外札所。じゃあお邪魔すぎます。はい、じゃあ行きますね。尿も、はい、お邪魔します。14個かだ。うわ、すごい、すごくね、すごい、マジ。え、すごいんだけど。すごいすごい、ライトアップされてる。うわぁ、すげぇ。見える？見える見える。すごい。へぇ、すごいそれが。すげぇ、すごいね。怖い。マサボさん、これ花手水かな。すごい綺麗だね。これなんて読むんだ。鷹の巻っていうのかな、樹齢1200年、鷹の巻っていうのかな。すげえ、でかいね。高野巻、あ、高野巻っつんだ。妙法寺の日本特産のって。へぇ。天然記念物です、県の。あ、はい、県の。高山。高山天然記念物。あ、なんかすごいね。でかっ。あ、二股に分かれてるんだね、上で。ここら辺。ここら辺で分かれてるんだね、二股で。すごい。でも、見どころは。あるね。ありそうです。でも佐藤さん、危険なお土産屋さんがあります。後で見てみましょうか。ゆっくり見ましょうか、はい、じゃあお参りしてきます。そうですね、はい。シャラモン君、一回ここでお前参拝させてもらって。そうだね。それからまたゆっくり見よっか。結構他にも見たいとこがあるんで。うんね、すごいですね、マジで。このピリとか。そうだね。じゃあまずはお参りしましょう。
長谷君はね、あの貴重なお話をお坊さんにね教えてもらいましたね。教えてもらって、であと猿のね、猿、はい、話も聞きまして、3体探せますんで、見ざる言わざる聞かざるじゃなくて、はい、逃れざるだったりとかね。そうですね、いろんな貴重な話を、はい、はい、聞かせてもらいました。あとはこのお堂の構造だったり、うん、あとあの不動明王と毘沙門天のすごい歴史だったりね、うん、お坊さんにいろんなお話聞けるんで、はい、すごい良かった、貴重な話聞かせてもらいましたね、はい、ありがとうございます。ちょっと一個だけお参りしたいところがあって、はい、この水子地蔵、はい、ろうそくが1本50円なんで2束買ってちょっと供養して帰りましょう。夫婦杉、うわぁ、でかい。あ、本当だ、ハートになってる、祠がでかい。すごい立派だね、マサボさんね。すごいね、うん、この方はこれもなんかいい感じの、すごい、なんか雰囲気いいよね。どう？ここに下のお堂が、ここにも何か、ありますね。クヒだ。あ、クヒ。重要文化財になってます。クヒですね、今のは。ここ結構魅力たっぷりな。魅力たっぷりだね。見せられましたね。お堂がすごい。お堂がすごい。歴史の話とか。うん。いろんな話してこれ面白いです本当に。ね、ぜひ来てほしいね。ここはマジで来てほしい。あと来たらお坊さんに。うん、ちょっとお話を伺った方がいいと思う。そうだね、うん、すごいいい方だったんで、はい、おすすめです、ここは。はい、そうですね、本当に。じゃあ僕らはそろそろ帰りますか。そうだね、ちょっとお土産見てさせてもらって帰りましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。では今入ってきました。行きましたね、素晴らしいお寺。いや、素晴らしい、住みました、ここは。いろいろね、こう解説もしていただけたし、うん、いや本当にためになるっていうか、貴重なお話をたくさん教えられました ね。ありがとうございます、うん、で中の方のあの物売ってるところにはですね、 お仏壇の、まあ、金、うん、とかだったり、そうですね、線香だったり、うん、で外の方にちょっとしたお土産、ね、お菓子とかね、うん、お土産売りありますんで、はい、ここはね、まあ、来てもらいたいな、本当に。ここマジで来てもらいたい。寺院巡りされてる方とかだったら本当におすすめです、うん、本当におすすめ、うん、マジでおすすめだね。ね、なんだっけ、ここ西会津町のこういう観音材見てください。じゃあ、西会津、ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。では。